地中に眠るコーラルの地脈を監視し、かつてはその流量制御も行っていた施設だ。お前にはそこを襲撃してもらう。目標は西欧にあるセンシングバルブの破壊。当該施設は惑星封鎖機構の SG が警備に当たっている。企業たちも表立っての手出しは避けるだろう。つまりこの仕事は俺たちだけで遂行しなければならない。
それだ。中央にあるデバイスを壊せ。あなたは第四世代旧型の強化人間。あなたには私の更新が届いているのですね。私はルビコニアンのエア。目覚めてください。あなたの自己意識がコーラルの流れに散逸する。その前に、強化人間4621旋回反応パイロットを解除。ハンドラーへの通信をする。レイブン、適正機体の接近を確認しました。あなたの脳波と同期し更新でサポートします。メインシステム戦闘モード再起動。調べました。惑星分析機構の無人機体バルティス、ダメージを与えるのに変換しているパルスアーマーを落とす必要があります。
システム戦闘モード再起動。敵機について調べました。惑星分析効果を始めた。バルティウス。ダメージを与えるには、展開しているパルスアーマーを剥がす必要があります。システム戦闘モード再起動。敵機について調べました。惑星封鎖機構の無人機とバルテウス。ダメージを与えるには展開しているパルスアーマーを剥がす必要があります。パルスアーマー消失。今です。レイ通信回線が一時的に切断しています。
システム戦闘モード再起動。敵機について調べました。惑星探査機構の無人機体バルティウス。ダメージを与えるには限界しているパルスアームを戻す必要があります。パルスアーム進出今です。今は戦う
に集中してください。システムダウン、完全停止です。レイブン、あなたには休息が必要です。それから巻き込まれたコーラルの逆流、あれは予兆に過ぎません。ルビコンを焼き払うこの炎と嵐の